だこれは。うわ、スライムだ。あ、パーシーがやってきたよ。その後にはトーマスやチャーリーもやってきたよ。今日はどんな仕事をするのかな。トーマスはこの荷物を隣の駅まで運んできておくれ。はい、わかりました。チャーリーはこの燃料の入ったタンクを運んできておくれ。はい。パーシーはもう少し待っていて。僕だけ？少し待っているとカロラインに乗ってトップハムハット卿がやってきた。やあパーシー、今日は君に特別な仕事があるんだ。特別な仕事？やった。パーシーはこの恐竜をちょっと遠くの町まで運んできておくれ。僕が特別な仕事を任されるなんて。よし、頑張るぞ。電車台ではみんながパーシーに言った。やあパーシー、すごいじゃないか。ダンカンはパーシーを褒めてくれた。落とさないように気をつけろよ。ラスティはそう言うとそそくさと出て行った。パーシー、君にそんなに特別な仕事はできるのかい。ゴードンは少し嫌味を言った。パーシーは少し不安にもなったが大きな汽笛を鳴らしてごまかした。よし、とにかく頑張るぞ。僕は仕事にできる機関車なんだ。事故は起こるも。あー、わー、恐竜だ。わわわ、ちょっと待って、大変だ。おい、どこに行ったんだ。大変だ、早く探さないと。あれ、なんだかこの辺りで鳴き声が聞こえるぞ。中を開けてみるぞ。あれ、なんだこれは。うわ、スライムだ。中を開けると機関車が入ってたぞ。いやー、助けてくれてありがとう。今度は緑色の扉を開けるよ。ん？なんだこりゃ、砂利が入ってるぞ。中に何かいるぞ。わー、ダンがいたー。今度は青色の扉だ。なんだなんだこれは。ひえー、スライムの中には蛇がたくさんいた。最後は黄色の扉だ。あ、やっぱりここにいたみたいだ。お菓子をあげるからもう少しおとなしくしててくれ。いやー、すっかり遅くなっちゃったな。急がないと。ふう、だいぶ来たぞ。しかしこの辺はすごい岩山だな。なんだかちょっと怖いな。わー、パーシー危ない。岩山崩れてくるぞ。わー、助けてー。いやー、わー、なんだかへんてこなの持ってきたぞ。うわー、うわー、負けるものか。僕は特別な仕事をするんだ。うわー、こうしてパーシーはなんとか恐竜を遠くの町まで運んだ。パーシー、聞いたぞ。すごいじゃないかパーシー。パーシーはとっても誇らしかった。そしてまたとっても大きな汽笛を鳴らした。みんな今日も見てくれてありがとう。楽しかったらまた見てね。それじゃあバイバイ。